年間女王を決めました山下美夢のインタビューです。はい、ということで見事に今季4勝目、ということで伊藤園レディースの今年のチャンピオン山下美夢です。おめでとうございます。ありがとうございます。大いおもちゃを送ってありがとうございます。まあでもなかなか今日は厳しい試合でしたね。そうですね、まあ、本当に風が強かったので、まずはしっかりフェアウェイキープを、してセカンドを打とうと思って、はい、プレーしていました。ずっとパーが続いてどっかでバーディー取りたいなと思いながら来たと思うんだけど。そうですね、本当に前半もうチャンスにつくことがあったんですけど、なかなか決め切ることができなかったので、後半15番ですね、はいはい、バーディー取れて。あのショットは75ヤードぐらいで、あれは何度のウェッジで打ったんですか？ピンまで62ヤードで、62ヤード、はいはいはい、58度で打ちました。58、もうこのくらい寄りましたね。そうですね、あれはもう会心のショットですか？はい、良かったです。あそこで勝ったとは思えないよね、まだね。そうですね、スコア並んでますからね、はい、で16番に行って、はい、で16番、まあちょっと不本意だけど真ん中の辺に乗ってしまって、はい、でそこでまだ決着つかず17番に行って、17番のティーショットはどうでした、気持ちの上で？そうですね、もう本当に、左のピンに切ってくるだろうなと思っていたので、まずはしっかりパンオンさせようと思って打ちました、はい、ちょっと右に出しながら打ってましたけどね。まあでも確実に乗せてきましたね、はい、あれはあのホールあれでまずいいという。そうです ね、はい、そこで、差がついて、さあいよいよ18番に来ました、どんな気持ちで最終ホールプレーしましたか？いや、もうめっちゃ緊張してたんで。あ、そうなの、はい、あんまりそう見えなかったですけど。いや、本当ですか、もう緊張していて、もうセカンド右にちょっとプッシュアウト気味に、はい、打ってしまいました。結構20メートル以上ありましたけど、はい、あれ2パットで行くのはなかなか大変だろうと思ったんですけど、はい、最初結構ショートしましたね。そうですね、本当になかなか今日はパッティングがショートすることが多かったので、最終ホールでもショートしてしまって、パーパットも結構残ったんですけど、思い切ってしっかり打ちました。あれはもうウィニングパットだからもう入れるっていう気持ちはありましたか？そうですね、はい、思い切って打った、はい、で年間のメルセデスランキングのトップでこれで確定をして、4年間のシード、プラスメジャーがあるから5年間なのかな、シード権を確保しました。すごいですね。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。で、あれなんですよ、プロアマトーナメントやってで優勝したんですよね、お客さんと一緒に。はい、そうです。でその時僕が司会してて、プロアマトーナメントの優勝したプロと本戦はなかなか勝てないんだよねって話をしたらにケラケラっと笑っていなくなって、でも両方勝ちましたね。はい、いや本当嬉しいです。ジンクス破ってくれてありがとうございました。ということで、大阪出身、大阪出身の方いたらまた声援を送ってあげてください。あ、またいたよ、大きに。優勝してくれてありがとう、大きにと言っております。ということでこれから表彰式を行いますので、おいお茶ありがとうございました。ずっと持っててもらって、はい、ということで見事な優勝山下美夢選手です。おめでとうございました。ありがとうございました。